茶市内駅は、北海道美梅市茶市内町にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道函館本線の駅である。JR 北海道の駅番号は、A17。1976年の茶市内駅と、周囲1キロメートル範囲。上が、函館本線旭日川方面。かつて、旭日川方踏切付近から、北東方向の日東にあった。 三菱工業茶市内炭鉱へ向けて、畑の中を斜めにまっすぐに敷かれた専用線が分岐していたが、並行して敷かれていた道だけが残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、愛ヌ語に由来し、有力な説としては、鳥出、川を表す、茶市内と言われているが、周囲に鳥出があった伝説はない。 このほか芝木、川を表す、茶内とする説もある。単式ホーム、島式ホーム複合型に面3線を有する地上駅。ホーム番号は、駅舎側から順に4、3、2番線となっており、ホームのない1番線は、非電化の側線となっている。かつては、島式ホームに面4線の構造であったが、最も駅舎側の一線が剥がされ、駅舎から4番ホームへは、 五線橋なしで入ることが可能になった。現在は無人駅であるが、貨物列車が発着していたため1997年まで駅員が配置されていた。駅舎側より記載。現在、JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅となっている。貨物列車の発着はなく、貨物設備や接続する専用線もない。かつて、 駅の東側には新日本石油備売輸送所があり、その2役設備へ続く専用線もあった。この路線は石油輸送に使用されていたため、本間西駅と当駅の間に石油輸送列車が運行されていた。東配合により輸送所が閉鎖されることになったため、2002年6月3日の到着、翌4日の貨車の変装を最後に専用線は廃止された。 2014年度の1日平均乗車人員は16人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。小さな集落がある。ありがとうございます。